シャルル・ルクレールにとって F1 カナダグランプリは厳しい週末となったがスクーデリア・フェラーリの F1 チーム代表を務めるマッティア・ビノットは今後のレースに向けてルクレールはより強力な基盤を築いたと信じている F1 アゼルバイジャングランプリでトップを走行している際にパワーユニット故障に見舞われたシャルル・ルクレールは新品のコンポーネントを追加することによってグリッド広角ペナルティを課されることを知ってモントリオールに到着した オーバーテイクは難しいジル・ビルヌーブ・サーキットで、シャルル・ルクレールは最高列からのスタートにもかかわらず、堅実なスタートとハードタイヤでの41周のオープニングスティントにより、早期にピットストップした他のドライバーたちを追い越して5位でフィニッシュした。5位でフィニッシュするのは決して嬉しいことではないけど、どこからスタートしたか、そしてレースがどのように展開したかを考えれば、それは僕たちがホームに持ち帰ることができる最高の結果だった。 今、我々は、今後のレースのために、新しいパワーユニットを手に入れたと、マッティア・ビヌットは指摘した。彼にとって、重要な夏休みまでの4つのレースがある。そこでは、彼は攻撃し、可能であれば、いくつかのポイントを取り戻そうとすることができる。しかし、マッティア・ビヌットは、2022年の F1 タイトル争いは、シーズン全体で、最高の信頼性を持っているチームの手に渡るだろうと認める。カナダは、 信頼性の問題が、現在の F1 フィールドのすべての人に影響を与える可能性があることを示したレースだったと、マッティア・ビノットは語った。フェラーリはいくつかある問題を、マラヌーロのファクトリーで確実に修正するために全力で取り組んでいる。今度はシルバーストンに向かう。そこでは、ライバルが、いくつかのアップデートを導入することを予想しているが、そこで競争力を発揮するつもりなのは確かだ。ルクレールが、 第9戦カナダ GP で19番手からスタートし、5位になったのは検討したと思います。その時に、レッドブルのペレスのリタイアで、コンストラクターズでは、フェラーリが4ポイントゲインしています。今、我々は、今後のレースのために、新しいパワーユニットを手に入れたと、マッキーア・ビノットは指摘したということですが、それくらいしかアピールすることがないとも言えます。確かに、サインツの走りは良かったですし、追い詰めたことが印象に残りましたが、 リノットはそこには触れていません。ルクレールのことばかりで。レッドブルが予算の問題で大規模なアップグレードができない中、フェラーリはアップデートを着実に行うようです。まずは、速さの問題。控えめのレッドブルがどれくらいの速さを示せるのか次に、信頼性の問題。ペレスの問題は予選時のバリアに当たったことが原因と思われますが、フェラーリの問題は解決できるのかどうか フェラーリは、いくつかある問題を、マラヌーロのファクトリーで確実に修正するために全力で取り組んでいる。これで問題解決になるのかとにかく、第10戦イギリス GP 予選を早く見たいですね。